ホロ島はフィリピンの南東部に位置する火山性の島である。多くの河口があり、特に1897年に大噴火を起こした噴石級ダホ山が知られる。ボルネオ島とミンダナオ島の間に連なるツールー諸島の中央にあり、面積は861平方キロメートル30万人ほどが住む。ホロ島はツールー州に属する。 島最大の町は人口8万を超えるスールー州の州都ホロであり、島の人口の3分の1ほどが住む。主要な民族はタウスグ人、バジャウ人、バンギキ人などであり、農業や漁業、海上交易を営む。バジャウはボルネオ島などにまたがって暮らす氷価の民として知られていた。かつてホロの町はイスラム教のスルタン国、スールー王国の都が置かれ、 東南アジアの海上交易の拠点として繁栄した。米非戦争後、1900年代のモロの反乱で多数の地元民がアメリカ軍に虐殺されている。また、太平洋戦争のスール諸島の戦いでは、日本軍とモロジンゲリラとの激しい戦場となっている。2005年2月に4000人から5000人ほどのフィリピン軍部隊と、 アブサヤフグループの民兵800人ほどが衝突し、1万人以上の避難民が出た。アブサヤフの最大の拠点の一つであり、無法地帯となっている。周辺では、海賊行為が横行しており、フィリピン政府は、ホロ島周辺が新たなソマリアになる危険があるとしている。ありがとうございます。